北区渋沢プロジェクトでお送りします。あ、はい、いらっしゃいませ。こんばんは、はい、ようこそおいでくださいました。ということで大変なゲストが来ていただきます、はい、じゃあご紹介ください。はい、先月スタートいたしました NHK 新大河ドラマ青天を衝けチーフプロデューサーの福岡俊武さんがお越しくださっております。今日はお忙しい中ありがとうございます。どうもこんばんは、よろしくお願いします。楽しみにしておりました。もう非常に視聴率も好調な、ね、3回終わってスタートで嬉しいですね。僕たちも嬉しい限りです、ね、本当に多くの人に見ていただいて、ね、あのね、今はまだね、あの若き渋沢栄一が、ね、うん、お父さんの家業を、うん、覚えて、はい、継いでいこうっていうね、はい、もうね、お父さんとあの吉沢渋沢栄一のね、うん、会話を聞いてるとね、なんかもう昔思い出してね、はい、なんかすごくね懐かしく見てます僕は。もうものすごい入り込んで見ていただいて本当にありがたい本当にありがたい。だからね、こんなね商売やってる人間だから思い入れがあるんだけどと思ってちょっと心配してたんだけど、でも本当皆さんも楽しんで見ていただいてる、本当、はい、それが、まあ、皆さん楽しんでいただけるように頑張って作っておりますので、はい、ありがたいと思っております。で、まあ、チーフプロデューサーということでご紹介をしたんですけれども、はい、まあ、まずこのドラマでの福岡さんの役割ってのはどういうことなんですか？まあ、あのチーフプロデューサーですので、まあ、あの何でもやるっていうか、こう番組がうまくこうできていくように、うん、こうなんていうんですか、なんかいろいろこう流れていくようにするっていう、うん、なるほど、揉め事があったら収め、ね、うまくいってる時はおだて、はい、そうです、もう分かって、建設会社の社長と同じですね、大体ね、全く同じです。なるほど、そうなんだ、はい、いや、じゃあ大変な、まあ、総まとめ役ということでね、もともとは、ね、あのディレクターとして大河ドラマや、はい、あの朝ドラなんかもお取りになってたこともあるんですね。そうですね、そういう、はい、ドラマをいろいろ作ってまいりました、ね、まあ、そういう経験豊富な福岡さんが、まあ、締めながらいろいろやりになってるってことですが、はい、もう本当に今回はコロナ禍なんで撮影も大変な思いをされながら、そうですね、まあ、とにかくそのコロナ対策、衛生対策を徹底してしっかりやっていかなきゃいけないっていうのは、やっぱりスタッフ一人一人みんな思って、そう、大事な作品ですのでやっておりますし、うん、まあ、そこで初めてだったのですごく気も使いますし、うん、こう神経も使いますし、そうですね、まあ、そういうね、今まさにそのコロナ禍とい こう時代なんですけど、大河ドラマってこうなんかいつでもこう時代の空気とか時代の要請とかっていうのをすごくこう反映しているように見えるんですけど、はい、今回の企画なんかはどのぐらい前からこう温めてこうスタートされてるものなんですか？企画自体は、2年前、2019年の春ぐらいからこう徐々に動き始めては来ておりました、うんうんうん、じゃあまだコロナも何もない時ですよね。そうですね、そうですね、へー、そんな前からで、でも偶然こう、まあ、なんかそういう巡り合わせもあって、こう今の時代に響くようなものに、ね、まあ、もちろんそのやりながらもこう修正はしていきますけれども、うん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 、時代をうまく反映させるようにこうやりたいなとは思っています。じゃあそういう意味ではその大河ドラマの主人公として渋沢栄一を決められたっていうのも、その2年ぐらい前ぐらいからこういろいろ考えてくれて、発表があれ9月、そうですね、9月でした、はい、そうすると7月とか8月ぐらいに決まるもんだ。そうですね、まあ、もっとその前から準備してる、うん、していろいろ取材もあってなんですけれども、形になってくるのはそうですね。どうですか、その、はい、まあ、いろいろこう修正もされてっていうんですけど、ここでこう渋沢さんっていう、まあ、一般的にはね、まあ、この経済人は割とこう耳にしたことがあるし、うん、知ってるかもしれないけど、一般にはあまりこう知られてない渋沢栄一さんにこう、そうですね、焦点を当てるっていうふうに決められたのはどんな感じだったんですか？まあ、そのこうやっぱり幕末っていうと、うん、龍馬、うん、高杉晋作、うん、こう時代を変えた男、変える男、そして命尽きた、命を燃やし切ったみたいなところに、やっぱりすごい、やっぱりそこはロマンがあって、うん、みんな惹かれる要素だと思うんですけれども、うん、まあ、新しい幕末、新しい切り口でっていうことをすごく意識したときに、やっぱりこう生きて時代を貫いた人で、うん、こう多くの人をこう救ったと言いましょうか、まあ、救われて救ったっていう人じゃないですか、うん、渋沢栄一さん、うん、そこはすごくこう生き抜いたっていう、まあ、うん、生まれたのがまだまだペリーも来る前の、そうですね、天保年間ですね、江戸時代の、どっぷり江戸時代に生まれた人が
昭和6年まで生きる、最後車乗って仕事してたっていう人なので、なんかやっぱそのこうなんか生き抜いたっていうところがすごく面白いんじゃないかっていうところはありましたし、まあだからこそ知らない、まあ知らない人もたくさんいて、実は慶喜との関係が深かったとかっていうこともそうですし、こう新しい切り口で幕末日本の捉え方ができればいいなという思いで、面白いですよね、はい、本当にその時代時代のこう転換点でこう確実にあの何か自分のものにしながらこうその進んでいったっていうかね、だかそういう意味ではこうあの新しい幕末を描かれたということで言うと、あのまあ大河ではないですけど、今回脚本は朝が来たの大森美香さんということで、その辺もやはりその新しい幕末を描かれたみたいな、そうですね、こうそうですね、新しい切り口で、まあ、朝が来たも江戸時代スタート、朝ドラにして江戸時代スタートしておりますし、こうそこから生き抜いた、生きていろいろ事業していった人の話ですし、非常にこう近しいですし、非常に朝が来たのメッセージもこうみんなのために何ができるかみたいなところは、あの僕もやってたのでスタッフやってましたので、あの面白いなと思ってますし、共通するところがあるっていうことですね。まあ、そういう意味ではね、またそういうあのこのところの中で、ディーン・フジオカさんが、ね、朝が来たの、ねね、五代友厚をまた演じると、はい、で多分あのパリ万博で会うんで、はい、ちょっとあの朝が来たの登場よりも前のところから演じるようになるのかな、ね、まあまあ朝が来たもちょっと江戸でね会ったりはしてますけどね、はい、だから楽しみ、うちのおばあちゃんが ね、ディーン・フジオカ大好きで ね、 そうなんですね、もう本当にねあれ喜んでたんですよ。今回イケメン揃いですよね、また青天を付けは、ね、その吉沢亮さんを主人公にっていうのも、これどういうポイントだったんですか。まあ、じゃあ実際渋沢さんを誰がやるのがいいだろうかっていうのをいろいろ話し合った時に、まあ、僕その前に夏空をやってて、吉沢亮君すごくいいなっていうのはこうあったんです、うん、それでこう渋沢栄一さんをのことをか調べていけばいくほど、なんかそういうこうなんていうんですかね、時代を貫く感じとかぶれない感じっていうのが、まっすぐな感じっていうのは吉沢さんのイメージに僕はすごく合うなと思って、吉沢さんいいんじゃないですかっていう提案を僕したんですけど、そこはなんかこうね、まあ、イケメンすぎてね、こう渋沢さんのものとちょっと違和感みたいな違和感ことを言う人いるけど、でもね、みんなねえって思いますよね今ね、でもね福岡さんが朝が来たをやっぱり手掛けておられたっていうんで分かるような気がしますね。あの時の吉沢亮君の役って、夏空のね、あの時の吉沢亮君っていうのもやっぱりこう一本筋の通った、本当にこう一つのことを突き詰めていくっていうような役柄で、ただ今回の渋沢さんは、まあ、今度今千原島やってますけど、はい、千原島から出てより大きな世界に飛び出ていくんだけども、はい、あの時の吉田亮君は東京に出るのを諦めて、そうですね、地元に残ってこう地に足のついたというか根を張った形でっていうあれで、そこはすごく対照的なので、そうですね、これがなんかすごく面白いなと思って見てますね。面白くなればいいなと思っています。きっとね、吉沢さんファンもね、うん、また違う吉沢さんが見れるということでね、全然違いますから、楽しみですよね。夏空とは全く違うキャラクターを、うん、こ う, うまく演じていただいて、うん、そこは面白くなるんじゃないかなと、ファンとしてはたまらないですよね、うん、ふんどし一枚にしたりサービスショットがいろいろあるみたいですけど、そうですか、はい、まあ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 で、その吉沢さんが演じながら、こう渋沢栄一はこれから、はい、まあ今ちょうど江戸見に来てっていうことですけど、はい、どんなふうにこう描かれていくんでしょう。はい、まあ若い吉沢さんに主役やっていただいておりますし、若い時代っていうのをすごく大事にしたいなとも思ってますし、とはいえ本当の渋沢さんもふるさとを出たのが23歳で、パリに行って江戸時代が終わったのが27歳 で、 でそこからね、政府で働き始めて、そこを辞めて民間で働く始めるのも33歳です、うん、非常に若い時代って、うん、若い時期にいろんなことをこうやってる方なので、なのでそのこう
なんて言うんでしょう、実業家物語っていう、いうところももちろん大事だと思うんですけど、そのこうそこの経緯ですかね。そうですね、成長していくところがすごく面白く見れればと思って、若い吉田さんやってるという、その村を出るまで、まあ、20歳過ぎまで一生懸命そのお家のご商売されてるんですよね。そうですね。で、まあ、今回のドラマのセリフの中にもこう人々のつながりをつけていく、その商売の面白さにこう目覚め始めてるところが今出てきてますけれども、でこれがなければ多分万博に行ってもなんていうかカルチャーショックが先に至って本当にそれをこう日本に持ってくるっていうようなところに進めなかったと思うんですよね。そうですね。だからそういう意味ではやっぱ素地があった、はい、だからその素地をじっくりこう、うん、まあ、その快活な生き生きとした中でね描かれるっていうのは楽しみですよね。僕ら の地元で活躍したのは実業家になってから、まあ、さっきおっしゃった33歳以降になるんでね、あれなんだけどよく知ってるのはその辺、むしろ僕らはその辺なんだけど、その前のところを ね、 そうですよね、こう映像で描いていただけるとはすごく楽しみな気がしますよね。なんか渋沢さんってすごく元気いっぱいの少年だったんだなっていうのがすごく印象に残ってます。ね、小林くんかわいいね、あれね。なかなか元気な、ね、元気で気持ちのいい小林くんに子役時代をやってもらってますし、はい、やっぱりなんかそのこういろいろ史実調べると、うん、まあ強情っちゃ強情なんですけど、うん、非常にこう元気なというか、うん、こう熱量のある子供時代だったところも描きたいなというのはすごくあったので、うん、はいはい、なんかまた新たなイメージが渋沢さんに対して湧きました、はい、うん、どうしてもこうお札になってるとこう、うん、おじいちゃんみたいなこういいおじいちゃんな感じですけど、うん、なんかその若い時代のエネルギッシュな渋沢さんっていうのはこう掘り起こせると面白いなと、うんうん、なんかすごく新鮮に感じます。重複できないバカバカしいとかねそれからはい、でそうです、あとお母さんがね、うん、あんたが嬉しいだけじゃなくて、うん、みんなが嬉しいのが一番とかって、うん、こう、うん、なんかこうグッとくるようなキーワードが毎回出てくるんですけど、うん、はい、ああいうのってやっぱりそういうの出そうとかってこう、まあ、そうですね、この、まあ、そのみんなが幸せが大事なんだっていうのはやっぱりお母さんの思いとしてそういうことに少年渋沢栄一さんは触れてきたと、まあいろいろ読むと思ったので、まあすごくお母さん、まあお父さん商売をすごく上手にして村をまとめるお父さんを見て、そしてこうとにかくみんなのためにっていうことを大事にするお母さんって、なんかそのこう思いがこう育っていければいいなっていう思いですので、まあはい、どんな職業もそうだと思うんですけど、まあ、特に商売、ね、これ本当に皆さんに喜んでいただいて、 で、ね、でその結果としてね、こう利を売ることができて、うん、またその利を使って皆さんに喜んでいただくっていう、うん、で今おっしゃられたように そのこのまさに論語とソロ版の、まあ、論語のねそういうこう、はい、モラルというか、そういう部分のところをお母さんから学び、そのそろばんの部分をお父さんから学びみたいなのがこうちゃんとこう自然な形で今描かれてるんですよね。素晴らしい、ありがとうございます、もう本当にそう見ていただきたいということをそう言っていただければ幸いです。いやそれとね、このみんなが嬉しいのが一番っていう言葉を聞いたときに、僕はね11年前のね大河ドラマの龍馬伝を、あの時はねみんなが笑ってる国を私は作りたいっていうのがもうこれ前編のもうキーワード、もう龍馬がそなんかのたんびにこういう言葉だったんですよ。でちょっと調べたらね、福岡さんね龍馬伝も撮ってるんですよね自分は監督やられてるんですよ。やりましたね、はい、だからね、はい、なんかこうさっきこうずっとつながりみたいなのが、はい、あるって話聞いたんだけど、なんかそれもすごく感じて、はい、で龍馬はね33歳で死んでるんですよ。それで、まあ、殺されちゃってるんだけど、で渋沢さんはまさに33の時に実業界に転じていよいよ本格的に今につながる活動されて、なんかこれがこう龍馬もどっちかというとこう政治じゃなくてビジネスの方に進んだんじゃないかみたいなね言われ方もしてるんで、はい、なんかこれがね物語がねなんか連綿と続いてるような気がして、
すごくそこで楽しく見てます。いや、ありがとうございます。僕大河ドラマの評論家のように対抗期から昭和40年の対抗期から見てますんで、大河の大先生ですよ、もう本当に。いやいやいや、でも本当これからね、またね、どんなキーワードがね、うん、出てきてね、楽しみですね。まだまだいろんな、ね、いろんなことが起こりますんで、はい、本当にこう紆余曲折していく、はい、H の人生ですので、こう面白く見ていただけるんじゃないかと思います。さてね、福岡さん、なんか早速、はい、私たちの町の大河ドラマ館にも、はい、足を運んでいただいた、ちょっとお話変わりますが、はい、聞いたんですけど、はい、どうですか、NHK の人に大河ドラマ館どうですかって聞くのもなんですけど、こう楽しまれましたか。面白かったです。はい、本当に劇中で使っている小道具、衣装、はい、いつも間近に見てますけど、うん、それをまた見れて、また違った視点で、違った視点で見れて面白かったですし、はい、こうとにかく、まあ、あと1万円札になれるっていう、うん、なりきりのところも面白くてですね、うん、もうちょっといろいろ自分の顔のこういう角度かな、うん、かなみたいなことでこうやらせていただいたりしてたり、あとこうメインのビジュアルの、なんていうんですか、縦長の液晶画面の映像もすごいかっこよくてですね、最初の、ね、入ったところのね、はい、あれかっこいいですね。テレビのね、最初 のテーマ曲が流れるときに出る映像があるじゃないですか。 はい、あれがこう、ね、こう縦長みたいな感じになって、こう梅がこう、梅ですか、桜ですか、こっちというか、ね、木がね、こうずっと墨絵でこうさらしていくとかね、はい、いいですね、あれね。なのですごくこう満足度が高い、そうなんですね、面白かったです、うん。なんか NHK の方がそうおっしゃってくださると嬉しいですよね。いや、すみません、なんか、いや、それでね、衣装もね、すみません、はい、衣装も実は去年の麒麟が来るでは結構衣装が華やかなっていうんで注目されてたんですよね。でその頃僕らね、地元ではね、今回最初農家だろって、そんな展示するような衣装が来るのかなって言って正直心配してたんだけ ど徳川慶喜っていうのに目をつけていただいて、まあ、そうですね、で実はその慶喜の衣装が飾られてる、それから草薙くんのボードがあるのは、うん、北区の大河ドラマ館だけらしいんですよね、うん、だからね、でそういうのもね、去年のその麒麟が来るの大河ドラマ館では、うん、写真をほとんど撮ることができなかったんですけども、今回は一部俳優さんのサインとかそういうのは撮れないんだけど、はい、その他の衣装やなんかはね、はい、撮らせていただける、この裏にいる藤原さんという方が大変頑張っていただいて、ね、はい、藤原さん、ありがとうございます。ということでですね、そういう楽しみもあるんですよね、すごい楽しく見ていて、そうですか、より身近に感じていただけて、お土産館行っていただいたんですか。そうですよね、お土産館僕が行った時まだ開く前で、プリントだけもらってですねプリントだけだったんですけど、ぜひ、すいません、また行きます、はい、お土産館いつでも火曜日からはいつでも空いててですね、入場無料でございますので、はい、ぜひお出かけいただきたい。飛鳥山の公園も楽しく、そうですね、娘ちゃんと遊ばせて、はい、ご家族で遊ばせて、いいですよね、本当ね、すごいいい空間でした、のびのびとしてて、はい、うん、広々してて、滑り台とかね、滑り台も最高です、はい、家族で楽しめますよね、はい、そうですね、はい、もう親しめて本当にいい、ホッとできるいいところだなと、ありがとうございます。それじゃあちょっと時間ももうだいぶ迫ってきましたんで、はい、福岡さんからぜひ視聴者に向けてですね、はい、メッセージをいただきたいと思います、まあ、そうですね肝心なところをどう言っていいかがすごい難しいんですけど、はい、まあ、あまりこうそんな大河ドラマだからとかっていう思いじゃなくても、すごくこう親しみやすい、見やすくて面白い作りを目指しておりますので、本当にこう見ていただきたいなと思っておりますし、全然うまく言えてないですけど、いやいやいや思いがいろいろ詰まってらっしゃるからね、うん、そうですね、なおさらですよね、はい、みんなでスタッフ一同、出演者一同一生懸命本当に大変な中を作っておりますので、ぜひ見ていただけるとありがたいと思います。渋沢栄一のふるさとのね、ふるさとの空ロケの、ね、社内島のセット、オープンセット、あれ一つ撮ってみたってものすごいですもんね、ものすごい、去年の8月に撮影したんですけども、あまりの暑さに、あんな暑い時期にやる予定じゃなかったんですけど、まあいろいろあってあそこになってしまいですね、
あまりの暑さに私ほとんど記憶がありません。大変でしたよ ね、 ね、本当に。しかもマスクもしなきゃいけないような状況ですもん ね、 ね、気絶寸前まで頑張った、あの福岡あのチーフプロデューサーをはじめとした皆さんにね、報いるためにみんなで見ましょう。はい、じゃあ今日はありがとうございます。じゃあここであの、特別に、まだサントラ版がですね、3月24日に、発売ということですが、その前に、テーマ曲流させていただきます。お願いします。青天を衝けのテーマです。どうぞ。